ハロペリドールは1957年ベルギーの製薬企業ヤンセンファーマの薬理学者ポールヤンセンがアンフェタミンによる運動量更新に対して喫香する薬物として発見したブチロフェノン系の抗精神病薬である。先発薬の商品名はセレネースで高妄想、高幻覚、生徒作用を有する。主に中枢神経のドパミン D1 通受容体を 遮断することで作用する。統合失調症の治療薬として多く用いられているものの一つである。統合失調症以外に、躁物病、専門ジスキネジア、ハンチントン病、トゥレット障害などにも使用される。副作用として、パーキンソン症候群、急性および地発性、ジストニア、急性および地発性ジスキネジア、悪性症候群、コープロラクチン血症、 アカシジアなどがある。これらは、本来の標的である、中脳変異系以外の神経伝達を遮断してしまうことによって生じる。例えば、パーキンソン症候群、コープロラックチン血症は、それぞれ黒質線状体系、下水体ロート系のドパミン D2 受容体を遮断することで生じる。ハロペリドールは、ドーパミン D2 受容体に高い神話性を示し、 インバースアゴニスト作用と遅い受容体解離速度を示す代表的なブチロフェノン系の提携、抗精神病薬である。D2 受容体と α1 受容体へ優先的に結合し、高容量で 5HT2 受容体に作用する。悪性症候群、心室頻迫、悪性イレウス、衰退外路症状、始発性ジスキネジア、アカシジア、うつになる場合がある。 体が重い、喉が異常に乾く、など。メスマウスに長期間傾向投与した試験において、臨床最大通常容量の10倍以上で、乳腺腫瘍の発生頻度が、また、40倍以上で、下水体腫瘍の発生頻度が、対象群に比した回との報告がある。大日本住友製薬株式会社、添付文書日本薬局法ハロペリドール上、アメリカ 日本人女性の平均体重50から 55kg は5.0から 5.5mg が相当する。それは、維持量の上限1リ 6mg よりも少ない。臨床使用を模倣した、マカクサルへの投与は、農用石の大幅な減少をもたらした。大日本住友製薬株式、会社店舗文書日本薬局法ハロペギドール上大日本住友製薬株式会社。 医薬品インタビューフォームセレネース2008年4月、田辺三菱製薬株式会社、医薬品インタビューフォームリントン中2008年3月、改定。ありがとうございます。